はい、こんばんは、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学、本日は2020年4月15日です。で、本日から、中学校1年生が学ぶ第2章、数学第2章、文字と式の分野に入ってきます。その、第1回目ということで、なぜ文字を使うのかということをテーマとして取り上げたいと思います。で、これはある遊びで、棒を使って正方形を次々に横に作っていく様子なんですけど、そうすると1個作るためには棒が4本、2個作るためには7本で、ある種の規則性があるんですね。で、それを最後に文字で表すという式の仕方があります。で、その意味を考えていきましょうという、まあ、一例として挙げてあります。で、私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉です。で、私は市議として、船橋市の状況、新型コロナをめぐる状況について確かめた内容は私の公式サイトの方に載せてありますので、ぜひご覧ください。それでは、次に、この講座の大体の流れなんですが、10分から15分程度で説明しまして、まあ、小学校高学年から高校生までを貫く共通事項を重視します。で、本日から文字と式をやります。そして数学用語の英単語も復帰します。Google にもクラスルームを、作っております。で、私たちは今新型コロナの危機の中で学校が休業している状況ですが、先月の16日に私がコロナを乗り越える数式との思いついたので紹介しておきます。コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7、ラッキーセブンになるはずであるということで、共にあと少し頑張っていきましょう。それでは、本日は棒、まず先ほどの遊びなんですが、棒を使って横につながる形で正方形を作っていく遊びで、できる正方形の個数と棒の本数の関係はどうだろうかということを考えていきます。で、まず最初具体的に考えですね、 1つの正方形を作るためには4個の棒が必要、これは分かりますよね。じゃあ2つを作るためにはどうかということで、パッと8個だと思う人がいるかもしれませんけど、数えてみてください。1,2,3,4 と5,6,7個なんですね。7個です。じゃあ3個の場合にはどうか、実際に作ってみると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個なんです。で、4個箱を作るとき、正方形を作るときは実は13本の棒が必要なんですね。まあ予想、多分 2倍に4、8、10、12、16となっていくと予測した人がいるかもしれませんけど、ちょっとそうではなくて、4、7、10、13という本数でありました。じゃあその規則性とその理由についてどう考えるでしょうか。はい、YouTube でご覧の方はちょっと予測してみてください。それでは、で、まずその規則性を予測するときには、大体これ高校で数列という考え方で学ぶんですが、最初の様子と1回ずつの増え方に注目するといいと思うんですね。まあ、これは最初のうちは自分で描いて、実際に書いて、本数確かめてみるといいと思うんですが、最初4本ということはすぐに分かりますね。それからどうも1個正方形足すごとに3プラスになるようだということは、実際描いてみれば確かめられます。じゃあなぜこの3なのかと、で、なぜ3個ずつ増えるのかと、いうことですね。その意味合いを考えてみましょう。なぜ3個ずつ増えるんでしょうか。これはこう考えられるんですね。で、実は新しい正方形を作るために、すでにここに元の正方形でこの辺は引いてあるので、3本、このコの字型に3本加えれば次の正方形ができる。ここもコの字型ですね。ということで3本を加えると新しい正方形が1個増えるということで、プラス3が説明がつきます。そうすると最初が4だったということが、ちょっとこの規則性に合わないんですが、こう考えればいいですね。すると1個目において4本というのが例外です。3本ずつ増えるのに最初から4本あるのは例外ですけど、最初からこの1本が最初から置いてあったと、そしてこの字型に、まあ、3本置いたと考えるといいということですね。だから最初から1本例外的にあったと考えるといいというふうに規則性が、まあ、推定できます。それでは問題ですが、では正方形の箱を100個作った時の棒の本数はどうなるでしょうか。この100個作った時の、これ100個書ききれませんね。で、書ききれないから数学的に類推するんですね。こういうことから、じゃあちょっと考えてみましょう。で、
こうです。で最初例外的に1本あって、その後この字型に3本ずつ増やしていくと増えていくということで、最初の状態を、まあ、最初に例外的に1本あって、それに3本加えたんだというふうに考えます。そうそう、残りは全て3本をどんどん増やしていくから、1プラス 3×2 プラス 3×3 1プラス 3×4 ということになります。でそうすると実は100個の時も説明できるんですね。最初に例外的に1個あって、あとこの字型を100個増やせばいいわけですから、1プラス 3×100 で301個になります。さて、この100個の時を計算できたら、じゃあ、この100が1000個だったらどうなるかとか、500個だったらどうなるかということになるんですけど、これは正方形が A 個だと考えた時に、どうもその正方形の個数かける3をかければいいので、最初の1と1プラス3かける A 本と示すことができます。こういうふうに無限に続くような規則性について、ある A という文字を正方形の個数として置いた場合に、それから計算できる式で、こういうふうな形で、本数を示すことができる。これが実は今日のテーマの文字式なんですね。で、中学でやる文字式という考え方です。それでは文字式というのを、整理をしておきたいと思います。はい、 ABC、 まあ最初は ABC 使うことが多いんですけど、実は、後に XYZ というのが出てきます。で、簡単に言うと XYZ というのは、分からない、この数字の XYZ を求めたいときには、まあ、この XYZ という文字を使って、まあ、特にも、まあ、求めることではなくて、ただ表すときには ABC という文字を使ったりします。まあ、など主に英語のアルファベットですね。で、高校に行くとさらにギリシャ文字のアルファベータとかガンマなども使用することがあります。と、数字を交えた式です。で、何かの数値を示すこともできる。まあ、さっき言った正方形を作る時の棒の本数とかを示すこともできます。そうすると、先ほどの問題で言うと、正方形を横並びに A 個作る箱の本、棒の本数はということで、こういうふうな式が文字式で表すことができるんですね。それで文字式というのは、英語で面白いんですけど、キャラクターエクスプレッションというんですね。で、キャラクターというのは文字のことを示し、エクスプレッションというのは表現、文字で表現した式ということです。で、実はキャラクターってどっか皆さん聞いたことないですか？アニメの登場人物のことをキャラクターって言ってます。で、エクスプレッションというのは実は感情とか表情を示すことがありまして、実はこれをその意味で使うと、アニメのキャラクター、登場人物の表情、例えばアナ雪の時のエルサの表情とか、そういうのも、まあ、キャラクターエクスプレッションと、まあ、表現もできるんですが、まあ、数学ではキャラクターエクスプレッションというのは今日テーマのである文字の式のことを示しております。さて、じゃあなぜ中学になると急に文字式が出てるかというと、だいたい小学校では計算のやり方そのものを抑えることが、まあ、基本でありますので、有限で数えられる範囲を考えることが多いんですね。で、特に中学以降では無限に続く数学的な規則性の数を考えることが多くなる。で、そうすると先ほど言ったように文字を入れてその規則性を合わさないと表現できないので、文字式の使用が大きくなります。それでは文字式に慣れていただくために、非常に簡単な問題ですけど、文字式で表すやり方を慣れてみましょう。一辺 A センチメートルの正方形の周囲の長さを文字式で表したらどうなるでしょうか。それから面積はどうでしょうか。あるいは一辺が A 平方センチメートルの立方体の辺の長さの合計、これ辺って何辺ありますかね、の長さの合計はどうでしょうか。それから表面積、これ 6面あると思うんですけど、表面積はどうでしょうか。で、体積はどうでしょうかというのを A を使った文字式で表してみてください。はい、YouTube 見てる人は止めて考えてみてください。簡単、まあ、そんなに難しい計算じゃないです。はい、それでは正方形は、周囲の長さ、これ A が4つありますので 4×A センチメートルですね。で、面積は縦 A 横 A ですから 4A×A 平方センチメートルということになります。
立方体の場合辺の長さは、実はこれ棒辺が12本あるんですね。 12×A cm になります。で表面積は6面あります。正方形が6面ありますので 6×A×A ということになります。で体積は縦かける横かける高さで A×A×A 立方センチメートルになります。さて小学校では実は必ずこの立方体の体積とか、正方形の面積はだいたいセンチで数えられるような単位をつけることが多いんですが、だんだん中学高校になると数学はその、まあ、抽象的な表現になりますので単位がない形で示すこともありますので、まあ、だんだん慣れててください。単位がないとなんかおかしいんじゃないかと最初思っちゃうかもしれませんけど、単位がない表現の仕方もあります。例えば一辺の長さ A の正方形の面積はって言ったら A2 乗になるんですね。でそうするとこれ例えば A がメートルであってもセンチメートルであってもミリメートルであっても全部同じ式で示すことができるので、単位がない方がむしろ一般論を示すには便利なんですね。さてでここで具体的なこう小学校で扱った具体的な数字から抽象的な文字という表現に なりました。でこの具体的な話から抽象的な話に置き換えるときにすぐにそれをパッとクリアできる、まあ、中学生もいるんですけど、なんか馴染めない子もいるんですね。でその方には、まあ、いきなりA に置き換えるのはちょっと、なんか違和感がある人にはとりあえずこの A を具体的な2とかね、そういう数字で自分で計算してみてください。あこれ2だったら 4×2 なんだなと、これ2だったら 2×2 で4なんだなと、でこれ2だったら、まあ、12×2 で24センチなんだなとかいうふうに具体的に計算してみてください。で具体的に計算した後にその自分が計算した 方向の 2という具体的な皆さん自身が当てはめた数字を最後に A という文字に置き換えてください。あそうすると小学校まであった具体的な計算と、まあ、同じことをやってて、ただ数字が文字に置き換わっただけなんだというふうに考えられると思いますので、最初違和感があってならない人は具体的な数字を入れた上で最後に文字に置き換えるという操作をしてみてください。何事もそうやって最初慣れないうちには、まあ、慣れたことをまずやっていただいて、それを慣れないことに置き換えていくのがよろしいかと思います。それではで本日は実はまだ導入編ですので、まあこれで最後のスライドになる、あ最後というか、まあ、あと最後少しありますけど、まとめのスライドになってきますけど、実は中学小学校までの、算数での表記の仕方と中学はこの文字式を導入した影響もありまして、表記の仕方を、まあ、いろいろ変えるんですね。でその約束を知っておかないと中学で混乱しますので、まず第一の約束は掛け算記号を省きます。 4×A というのはもう 4A としてしまいます。掛けるという記号は省くんですね。なぜかというと、実はもう少し中学の第3章に行くと方程式というのが出てきます。で、わからない数字、求めるべき数字のことを X と表現するんですね。これ、まあ、筆記体で X と表現、筆記体小文字で X と表現するんですが、この X という文字が、かけるという字に非常に似てるんですね。だから、X×X×X なんて書いたら、まあ、×がなんか5つ並ぶだけで、どれが X でどれがかけるか記号か分かんないので、その意味でも、もうかけるという記号は使わないようにします。つまり、並んでたら掛け算なんだったと考えてください。次、文字と数の積では、文字を先に書く。例えば、4×A となっていれば、かけより省くと A4 となっちゃうんですけど、そうはせずに、必ず、数字を先に書きます。4A とします。それから同じ文字の積は指数で書きます。A×A というのは A2 乗、昨日やりましたね。で示します。それから1かけるとか、マイナス1かけるの1は、例えば 1A と書かずに A と書きます。で、マイナス 1A と書かずにマイナス A と書きます。これも約束です。それから割り算記号も実は掛け算記号と同様に使わなくなるんですね。で、まあ分数で表します。フラクションで表します。で、A÷5 は5分の A と表します。それから小学校の時によく対分数ってのやったと思うんですけど、1と、例えば5分の7ってのは1と、それから整数にならない部分が5分の2ということで、1と5分の2という表現をしたと思うんですけど、これはもう中学以降は使いません。過分数にします。
5分の7という分子の方が大きくてもその表現をするんですね、ということです。でここまでは中学の数学以降で、小学校の方式と変えて必ず、あと文字式に応じて必ず守るべき約束です。こっから下は実は絶対にそうならなくていけないという約束じゃないんですけど、まあ、大体こうしますという約束ですね。アルファベット順に書くと、例えば縦、A 線 A、横 B の長方形の面積は BA とも書けるし AB とも書けるんですけど、まあ普通アルファベット AB という表記をします。それから、数字と文字の組み合わせ、例えば 3A、 先ほど 3A プラス1という数字が出てきましたけど、これ1プラス 3A と書いてもいいんですが、普通文字がある式の方を先に 3A プラス1と書きます。それから小数は実は小学校まであるんですけど、中学校以降はできるだけ分数で表す方向になってます。それはその方が通分というか、分母を払って、分母と同じ数を書くと方程式だと両側がきれいな整数になるというのものもありまして、まあ、できるだけ小数じゃなくて分数で表すという傾向になります。5分の7。それから分数かける文字の場合、文字を分数の真横に書くことが多い。5分の7かける A は5分の7、この横棒の下に文字 A を書くことがあります。あるいは実はこの A は分子にかかっていると考えてこう書いてもいいですけど、普通はこう書くんですね。ちょっと複雑な計算の時はこうした方が便利なことがあるのでこうすることもあるんですけど、普通はこういうふうに書きます。それでは本日最初にやったようなパズル的な内容が実は千葉県の公立高校入試で出てますので、ちょっとこの導入だけやっておきたいと思います。でこれ全部やるとこれだけで相当な時間がかかってしまうので、本日は、まあ、最初の導入ご案内だけですね。千葉県公立高校入試の第5番の問題はこの数学的な規則性の発見にがテーマになっていることが多いんですね。右の図1のように同じ大きさの青紙と白紙がたくさんある、これらの青紙と白紙を下の図のように交互に一定の規則に並べて、1番目2番目3番目4番目と並べて階段状の図形を作っていくと。下の表は図2で書く図形を作った時に使った時に使う青紙の枚数、白紙の枚数、紙の総枚数をまとめたものである。で最初は青を置くんですね。で2番目は1つ数を増やして白を置くんです。で3番目はそれからまた1つ数を増やして青を置くんです。交互に縞模様になるように、なおかつ階段状に増やしていくように並べるんですね。さてその規則性で、表を作りました。青紙、白紙、2番目だと、今度白紙が2枚で、3番目だと、1列目に青紙1枚で2列目に3枚だから4枚になります。で白紙は2枚のまま、次4番目だとこれ1と4足して青紙4枚、そしてこれ白紙6枚です。それで5番目と6番目を求めなさい。で問題は5番目と6番目を求める数字をそれぞれ書きなさいってこと。これは実は小学生でも実際に絵を描けばできるので、これ小学生でもできます。ところが36枚になる何番目かとなってくると、やはり規則性を文字式では表現しないとちょっとこれは求めるの難しいですね。それから3番も4番もこれ1275枚となってくると、小学生的に全部描いていたんではとても描ききれないので、ここら辺が今日勉強した規則性の類推とそれを文字式で表すということに関係します。それではその導入だけ、はい。まあここの最初の問題は実際に描けばできますので実際描いてみます。そうするとこれ9枚、1、3、5で9枚ですね。そして白紙は6枚で15枚ということが分かります。そして6番目だと1、3、5でこれは2、4、6ですから12枚、2と4と6で12枚ということが分かります。ということでこれは、まあ、ここまでは求めることができますね。さてこれ以上これ以降の問題どうするかという人はまたいずれ説明する機会があると思いますし、まあ、すでに実はこの2018年の千葉県公立高校入試問題については私が、私の朝倉メイカーが公式サイト上に千葉県公立高校入試問題解説というふうに入れていただくと2018年の、この問題の解説もありますし動画もあります。 YouTube 上に動画もありますから、
先取りしてここの全体を学んでみたい人はそちらを先に見ていただければと思うんですが、まあ本日この入試問題を紹介した意味というのは、今日最初にあった文字式の置き換えのような単純で規則性を見つけるという並べるような問題が実際高校入試問題で聞かれていて、最初は具体的に考えられる文字なんだけど、後半だと式で置き換えて考える、だから文字式が必要なんだという具体例として紹介させていただきました。それでは、本日はこれで終わりにします。また明日も文字式の続きをいたします。ご清聴ありがとうございました。